どうも皆さんこんにちは、てつうりです。今回は大阪メトロ中央線森の宮駅へやってきました。中央線4号線と呼ばれますが、大阪府大阪市住之江区コスモスクエア駅から東大阪市永田駅を結んでおります。1961年比較的古くに作られたこの大阪メトロ中央線なんですけども、この大阪メトロではですね、京阪奈線から乗り入れてきます。こちら7000系7020系にも乗ることができます。次は終点コスモスクエアという案内が。本日も大阪メトロをご利用いただきましてありがとうございました。コスモスクエア、コスモスクエア終点です。ニュートラムはお乗り換えです。今聞いていただいたように、ニュートラムはお乗り換えですということで、今回の動画のメインになるのはこちらのニュートラムという路線になります。今回はこのニュートラムは大阪メトロ南港ポートタウン線と言いますが、そちらのニュートラム南港ポートタウン線について見ていこうかなと思っております。では今日もよろしくお願いいたします。ニュートラムって書いてあるんで行きましょう。ということで、こちら南港ポートタウン線のコスモスクエア駅へやってまいりました。ということで、このニュートラムというのは4両編成で、しかもですね、長さがそんなにないような小さな小ぶりな列車なんですけども、その列車4両編成でこちら運行されているというわけです。次の電車ですね、4番線住之江公園行き14時55分発と書かれております。じゃあ次これに乗るのかという話なんですけど、さて奥側からは先発の列車が発車していきました。あちらが赤色の200系というものが使われているんですけども、いろんな色がありまして、青であったり緑であったり黄色であったりと、たくさんの色の種類があります。でですね、先ほど4番線が先発じゃないからとかって言ったんですけども、こちら側が先発でした。住之江公園行き14時44分発、こちらが先です。中央線のカラーみたいな緑の列車がやってきました。では早速到着したこちらに乗っていきましょう。こちらも200系電車です。緑色ですが、早速乗車していきます。さて最初のコスモスクエア駅を出発です。コスモスクエアは中央線の乗り換えが可能です。大阪市営地下鉄大阪メトロ中央線の乗り換えと、終点の住之江公園駅では四ツ橋線との乗り換えがあります。さて右側にポイントなんかを見ますが、こちらを渡って折り返しているわけです。最初は近く間ですが、こちらニュートラムということでですね、前身は大阪市営地下鉄なんですけど、大阪市営地下鉄、地下鉄という名前がついているのに、なんと地上に出ていきます。さて早速最初の停車駅、トレードセンター前駅に到着です。こちらにはフェリーサンフラワー、サンフラワーターミナルがございまして、サンフラワーアイボリー、サンフラワー薩摩号というのがありますね。そちらの九州大阪を結びますフェリーなどはここから出ることになっています。主に大分別府へ向かうような、船になっています。大阪南港コスモフェリーターミナルがあります。他にもですね、大阪入国管理局でありましたり、国際フェリーターミナル、上海の方に行きますフェリーターミナル、ここから少し離れているんですがあります。その他にもですね、アジア太平洋トレードセンター ATC と呼ばれる施設であったり、先ほど言ったサンフラワーターミナルがありまして、たくさんの商業施設やオフィス街が広がっております。さて先ほどコスモスクエアからトレードセンター前までを走ってきましたが、実はこの区間大阪メトロの所有している線路というわけではなく、大阪港トランスポートシステムという第三セクターとなっております。昔は大阪港トランスポートシステムと呼ばれる場所が、トレードセンター前とコスモスクエアの間の駅の管理も行っていましたため、初乗り運賃がかかりまして非常に高い路線だったんですけど、現在は大阪メトロに統合されたことによって、そんなに高くない運賃でそのまま乗り通すことができるというふうになっております。さてすぐに次の駅に到着です。こちらは中埠頭駅、そして右側を見てみるとこのように出ていく線路がありますね。こちらの線路、機場というのはですね、中埠頭から少し行ったところ、南港検車場という唯一の車庫があります。このニュートラムで走っている200系電車は、すべてこの南港検車場で整備などがされているわけです。そして中埠頭に到着です。
中埠頭ではですね、2019年6月 G20 サミット開催に伴う周辺のテロ対策におきまして全列車が通過というような特別なことも行われたぐらいの場所ということなんですけども、一旦停止はしたもののドアは開かずすぐに発車ということで一応通過扱いになっていたようです。またですね、見えている方向左側のようにたくさんのマンション団地などが立ち並んでおります。こちらは公営住宅がですね多いんです。この中埠頭駅からポートタウン西のあたりまではですね公営住宅がたくさん立ち並ぶエリアになっています。進行方向を走っていまして右側にこうやって線路が分かれています。そしてその線路をずっと奥にたどりますとですね、先ほど分岐していた線路の方、南港検査場というところにまたつながるというわけです。ですから実際は右方向左方向どっち向きにでも南港検査場に入ることができるんですね。そして次はポートタウン西、この公営住宅の間をすり抜けながらポートタウン西戸駅に停まります。向かい側からは対向列車もやってきました。みんなこの可愛らしい顔をした4両編成の小さな小さな列車になっております。このようにですね、今駅に到着したんですが、手動運転する時の停止位置目標もこちらにありまして、ここに停車してくださいねというのが、通常は ATO 自動運転で行われていますが手動運転もすることが可能となっております。ではですね、概要を簡単に話していきましょう。最初に出発したコスモスクエア駅から終点の住之江公園駅まで 7.9 キロを結びます。こちらの南港ポートタウン線、正式名称では大阪メトロ南港ポートタウン線と呼ばれていますが、周辺の住民の方々であったり利用する方々からはニュートラムというふうに呼ばれておりまして、案内もニュートラムというふうに表示されていることが多いです。また路線記号はですね P というふうになっていまして、水色セルリアンブルーという名前になっております。車両は現在乗っている車両もそうですが200系、この中の200系車両の中でもいろんな色がですねたくさんバリエーション豊富でありまして、少し遊び心のある車両だなとは思っております。運営している会社は大阪メトロですが、トレードセンター前駅とコスモスクエアの、間の路線はですね、先ほども僕が言ったように大阪号トランスポートシステムの会社がですね線路だけを持っている、そういうようなものになっております。車両基地は先ほど中埠頭駅で見ました南港検査場というふうになっております。コスモスクエアから住之江公園まで全10駅、開業したのは1981年、コスモスクエアから現在の住之江公園まで全て開通したのは1997年の12月。全長 7.9km の複線自動案内非常識旅客輸送システム、いわゆる新交通システムです。最高速度は少し遅めの約 55km/h、 自動車と同じぐらいのスピードです。今橋の夜中部分に入りました。現在渡っているのが上に橋がありまして、その上に通っている道路が阪神高速4号湾岸線、阪神高速湾岸線の下を、今ニュートラムは走っているという感じになります。最高速は 55km と言ってましたが、だいたいそんぐらい出てますね。さてフェリーターミナル駅に到着です。このフェリーターミナルの近くには桟橋が2つか3つほどありまして、そちらに旅客フェリーがたくさん来るということです。車でも来れますが、歩いて来る方などはこのようにニュートラムを使って来る方が多いようです。大阪南港大阪港フェリーターミナルです。さてフェリーターミナルを出たら次は南港東駅というより、右側の方にもですねニュートラムが停車できるぐらいの大きさの留置線がありまして、奥の方につながっています。こちらでは折り返しなんかもできるのかな、ちょっとそこは分かんないんですけど、折り返しは難しいんじゃないかなと思います。さて P16 南港口駅に停車です。もう南港口を出ると次は平林、そして終点住之江公園の順に停まっていきます。さて到着するのは平林駅です。ということで平林駅を出発し、次は終点の住之江公園駅に到着します。大阪メトロ四ツ橋線はお乗り換えです。住之江公園駅におきましては、左側にありますね競艇場というものの試合が少し見にくくなるように、曇りガラスっていうんですかね、少し見えないように駅にも工夫がされているということです。現在僕がこのように到着する右側の線路が綺麗なガラスなんですけども、左側少し曇りガラスが設置されているということもあります。ではですね住之江公園に到着です。ここで降りていきましょう。
こちら到着してまいりました。こちらが住之江公園駅ポニュートラムの場所です。住之江公園駅に到着。このニュートラムは途中南港のあたりを通りまして、たくさんのフェリーの発着場であったり、町工場であったり、それからですね、世界各国の首脳が集まるような場所であったり、そういうものがありました。ここからですね、地下鉄四ツ橋線に乗り換えてすぐに梅田方面に戻ることも可能です。大阪にお住まいの方、また大阪にお出かけの方はですね、少しこういうのに乗ってみて、ちょっと散策してみるのもありじゃないかなと思います。ということでですね、今回はご視聴ありがとうございました。ということでですね、皆さん、今年の動画はあと何本出せるかという話なんですけども、今回ご視聴ありがとうございました。ではまた他の動画でお会いしましょう。さようなら。